もうこんばんはですね。いつもの癖が出てしまいました。森崎アリスです。本当はね、この夜に配信する系は元気じゃなくというか、私のいつもの寝る前のスタンスで臨んでいるんですけど、風邪をひいて声がガラガラになってしまって、いつも以上にガラガラで、寝るときに聞いてねみたいな、そんな爽やかなこと言ってられないくらいガラガラになっちゃって、どうしようって思ってるんですけど、もしここで不快になったらすぐポチって押してください。何個もコメントありがとうございました。前回のいきなりなんか真っ暗配信どうしたって思ったかもしれないですけど、本当に一人ずつお話しする機会ってないから、こういう動画を出さない限りきっとね、コメントとかもさ、一人ずつこうやって動画内で返していこうかなと思ってるんですけど、どうしてもいつもの動画だとなんかこう真面目な質問もなんか動画内だとコメディチックになっちゃうっていうか、なんか私そういうのがすごい嫌なんですよ。なんか本当に真面目にごめんね、本当に風邪ひいた。本当に真面目に悩んでいる子に対して無視もしたくないし、かといってなんかコメディチックに返したくもないし、頑張れよみたいな、なんかそういう頑張れって頑張ってる人に対して言うのって私言われるのもすごい嫌だし、なんか、ね、簡単に言うのも嫌なんですね。だからちゃんとこういう10分でも20分でも喋れるような動画を作ってみんなとこうお話をしたいなって思ってたんですけど、前回の動画8件ぐらいかな、コメントくれてありがとうございました。本当に嬉しかった。上から読んでいくね。マリちゃん、音フェチの動画を出しているマリちゃん、ありがとうございます。声フェチとか言ってもう声2回目からガラガラ、もう嫌だ本当に。もうおかまでしかないよ。よく風邪をひくんですよ。私本当にね、ちっちゃい時から体すごい弱くてね、なので本当に皆さんに謝らなきゃいけないこともたくさんあるんですけど、企画のことに関してね、ダイエットだったりとかさ、それはおいおいと、ちゃんと顔を出して皆さんと目を見ながら、みんなが目を見てくれてるかわからないですけど、でもちょっとね、そういうことはちゃんとお顔を見てお話をしなければいけないことなので、ダイエット動画とかのことについてはまた後でお話ししますね。で、声フェチ、ちょっと次回撮るときはちゃんとしたしゃがれてない声に名乗ってるといいなと思います。で、次アイリスラーメン、アトンくんだ、声フェチありがとう。これは燃えてくれたのか、盛りやりやんけーで、カスカスやんけーで、でもあの時はまだカスカスじゃなかったかな、こっちの方がカスカスやろ。今日やばいな、マジカスカス。次かなたらちゃん、私明日学校休み、ゆるい動画好き。そうなんだ、学校、そっかそっか、日曜日に撮ってたもんね。月曜日休みだったんだ。そっか、みんな第2期生っておかしいかな、2期生と3期生の学校とか違うからあれなのかな、どうなんだろう。みんな逆にさ、お休みの日とかって何してるんですかね。私はなんだろう、こういう寝れない時とか、こういう声がしゃがれてる時とか、しゃがれてても喋りたいんですよ私。今聞いてくれてると分かると思うんですけど、しゃがれてんなら撮るなやって話なんですけど、
私こういうなんだろう、独り言多いからさ、だから YouTube ですごい楽なんですね。すごいあのカメラに向かって喋るのすごい得意なんです一人でだからね、すごいなんだろう、みんながお話し相手になってくれてるようで、わかんないよ、こう私すごいネガティブだからさ、すごい、まあもちろんアンジさんとかもいっぱいいるんですけど、でも応援してくれてる方もたくさんいるので、本当にはい助けられてますね。何の話になっちゃったんだっけ、忘れちゃったあ、声の過ぎからね、さくらちゃんおやすみなさい。あ、これで寝てくれたのかな、ありがとう。うぽうつです、ふーみーちゃん今からこれ聞きながら寝落ちします、ありがとうございます。え、サムズアップが2個もついてる、ふーみーちゃんのコメントに。え、寝落ちしてくれたのかな、2人、あ、3人か、ふーみーちゃん含めて、ありがとうございます。そして今手をかいてる音も、このボリボリも聞こえてるのかな、やだ、なんか恥ずかしい止まってねはあ、ティムちゃんって読むのかな、これは。初コメです、私はアリスちゃんの考えたい性格とか好きです、これからも一番としてみますね、応援してます、ありがとうございます。いや、考え方とか性格すごい好き。あ、暴走族さんだ、どうしよう、怖いめっちゃ怖いああ怖い頑張る、考え、え、止まった、え、もうやだやだ、もう無視する。考えとか性格はね、どうなんだろう、でも私すごく思うのはね、私ずっと本当になんだろう曲がったことがすごく嫌いなんですよ、ちっちゃい時から。なんか一回こうって思ったらこうだし、なんかこう人と同じことをするのがすごく嫌で、学校とかもなんで同じ箱の中になんかこう入れられて、こう同じことをさせられなきゃいけないのかなって、すごくそういう不思議なことを思うような子だったんですよねだからなんか、え、待って、夜なのにピヨピヨ泣いてるのがすごい怖いんだけど、え、なんなん、え、怖いよ。そうだからね、なんだろう、私は私って生きてきた感じで今の私に至るので、なんかそれを好きって言ってくれる子がすごく嬉しくて、すごく一人ぼっちで生きてきたので、なんかでもさ、私みたいな人って絶対周りにいなくない？みんな友達にいるのかな？なんか私、それはさ、見た目がピンクだからとか全身ピンクだからとかじゃなくてさ、私みたいな考えだったりとかさ、なんかなんだろう、なかなか、なんか私も出会ったことないっていうか、すごい希少な人間だと思ってて、私いろんな意味でね。でも私の周りのとか友達とかは本当に派手な子全然いないんですよ、むしろ地味な子ばっかりで、でもすごい考えをしっかり持ってる子が多くて、私はそういう子がすごく好きなので、なんか別にね、自分を表現することって見た目とかファッションとかね、すべて、お化粧もそうですけど、それだけじゃないと思うんですよ。てかそれだけじゃないの、本当に。自分を表現することって、こうやって意見を言うのもね、みんなだからここにコメントをくれてる子は自分っていうのを本当にしっかり持ってて、で陰でしかね悪口言えないアンチとかはすごいなって思うの、逆に。なんか寂しい人だなって思っちゃうの。でもこういうところでお名前を出して、本名じゃなくてもさ、こうやってアカウントを出すってさ、すごいことだと思うんだよね。アカウントでコメントしてくれてさ、なんか悩みも相談してくれて、なんかすごいなってすごい思うから、
それも一つの自分っていう意思表示だと思うんです。私多分ね、なんか本当に本当に本当にもっと悩んでる子とか、もう多分前に出る子が苦手な子だったりとかは、もしこのなんだろう配信というか投稿を聞いていても、言いたいことあってもコメントもできないし、どうしようコメントしたいけどできないよって思ってる子いると思うんですよ。今ここで聞いてくれているのが600回ぐらいだから、多分少なくともまあ半分300人ぐらい見てくれててもね、でもね一人は絶対いると思うの、そういう人。だから本当にこれを続けることで、何か本当に少しでもね、頭の片隅にアリスちゃんああいうことやってたなって思って、辛い時にコメントしてくれる子が一人でもいるなら、私は続けようかなってすごく思います。あ、さくらちゃんのコメント読んでなかった、ごめんね小さい時から体型のこともあって性格も弱くて、すごくすぐ泣く性格だったためからかわれてきました。精神的にだいぶダメージがきてとても辛かったです。私のいるところでいろいろ言われて聞こえないふりをするしかなくてとても苦痛でした。今はそういうことを言われることはなくなりましたが、やっぱりトラウマがあるので人が怖い時があります。痩せないとって分かってるけど、なかなか行動に移せなかったんですけど、やっとダイエット始めました。ハリスちゃん私の憧れです。これからも応援して、ありがとうございます。なんかもう嫌だよこういうさ、顔見えないとこで泣くの私一番苦手なんだけどさでもね本当にあのこういうさくらちゃんみたいな子たちがいてくれて、私って成立してるんだと思うんですよ本当に。あー嬉しいいや私も本当にね、本当にちっちゃい時からコンプレックスしかないし、今も前回のね動画でもきっと言ったと思うんだけど、今も私自分のことすごく嫌いなんですよ。でも嫌いな自分を好きにさせてくれるんですよみんなが、本当に。だからなんか私がリードしてるって思わないでね、本当に。あれ憧れってすごい言ってくれるのめっちゃ嬉しいし、でも私本当にみんなに引っ張ってもらってるので、私が決してこうみんなを引っ張ってるって思わないで、一緒に進んでるって思ってください。本当に私も一緒に成長してます。みんなからいろんなことを吸収して、もちろんそれはアンチさんからも吸収してます。本当にデブだブスだキモいとかね、それは人間人それぞれなので、私のそれがどこがキモかったんだろうとか一個一個全部考えます。ちゃんと考えなくてもきっといいことなんだろうけど、全部考えてます。一応なんかそれは今後の私のちゃんとしっかり勉強になってると思うので、だからね本当に私の経験がこういう一人でも多くの子の役に立ってるんだったらすごく本当に嬉しいので、あよかったな、こうやってなんか真っ暗だけどラジオして、ラジオなのかな、真っ暗で配信して、はあ、なんかでも今回のは寝れなかったね、ごめんねみんな。なんか次回はちゃんと寝れる配信をしたいなって思いますでも本当に質問だったり相談かな、質問は動画の方がいいかな、きっと。本当に相談だったり、もうこうなんでこうって言ってんだ私、恋愛相談とかコメントとかしていただけたら、あとは本当 DM でもいいし何でもいいんだけど、私でよかったら、私の価値観とかでよかったら、私の物差しでしか測れないですけど、何かお役に立つことがあればコメントしていただけたら嬉しいです。それでは今日の配信終了したいと思います。
おやすみなさい。そして起きる方はおはよう。いってらっしゃい。はい、申し訳ありませんでした。